皆さんこんにちは、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。本日発売の黒い妖怪ウォッチシリーズ、いろいろ買ってきました。デラックス黒い妖怪ウォッチに黒い妖怪メダル、そして黒い妖怪大辞典。今回はこちらのデラックス黒い妖怪ウォッチ開封してみたいと思います。アニメでも絶賛放送中の黒い妖怪ウォッチ、主役がこのジバニャンとコマさんですね。そしてケータも妖怪に変えられてしまいます。ポイズンだぜ。付属のメダルが黒い妖怪メダル、ジバニャン、そして毛虫男です。で、3つのモードがあるんですけど、黒い妖怪を召喚、そして人間を妖怪に変える、さらにウォッチが喋るということで、早速開けてみましょう。じゃじゃん、黒い妖怪ウォッチ、こちらです。ここの素材がなんかシリコンかゴムかなんかわかんないけど、すごい手触り。これ自体がなんかもう妖怪なんですよね。顔になってます。ここが口で目ね、これが手ですね。今までのウォッチよりなんかでかい、なんか触るのがちょっと怖いぐらい。デラックス妖怪ウォッチドリームと比較してみるとこんな感じですね。装いが全然違う。この時計部分のところもデザイン全然違いますよね。この中央部分とかもね。これちなみに取り外しができるみたい。このカバー取るとめちゃくちゃシンプルなウォッチになるね。こちら電池式になってるんで、ペンかなんかで刺して回して、ここにね、単4電池入れてあります。単4電池をセットオン。ガシャン。これで準備 OK です。早速電源オンしてみますね。全然違うね、今までと。スイッチ入れた感じが全然違う。じゃじゃん、付属の黒い妖怪メダル1枚目、ジーバーニャン。もう化け猫みたいになってますよね。可愛さプリッチーがないんだけど、一応これプリッチー族ってことになってます。この鈴の部分もドクロになってて、腹巻きはまあそのままだね。あと右手に持ってるのが羊汁ですね。チョコ棒の代わりに羊汁、羊汁が好きみたい、この黒いジバニャンは。そして2枚目、毛虫男。こちらもプリチー族のマーク入ってますね。これはケータが妖怪になってしまったんですよね。毛虫みたいな妖怪になってしまってる。顔がちょっとね、もうやばいよね。ではまず召喚モードで黒いジバニャン召喚してみます。妖怪メダルセットアン。うわ、アニメ通りの召喚ソングなってますね。ジーバニャン。ジーバニャン。やべえ。出すときもこのベラオンみたいなね。続いて、毛虫男も召喚してみましょう。光ってるね、ここやっぱり。ぬわー。この口からドフワーって出てきてんだろうね。そしてメダルを取るとベロ。ちなみにメダルの向きを逆さにして入れるとどうなる？そうじゃないよ。基本的にさ、ウィスパーの音声に近いよねこれ。続いてサーチボタン長押しで妖怪にしてしまうモード発動してみたいと思います。これでクズの人間を探すっていうことね。紫色のランプ光ってる、ここ。これでサーチモード。発見！食べたね、今。ペッて最後吐いた感じ。最後吐いた感じかな、今の。続いてトークモード。このサーチボタン単押し行くね。今なんつった？やっぱ関さんの声だね。肉いっちゃう？いただきまーす。ガブー。いい匂いがするね。妖怪ウォッチ。ウォッチって言ったら黒だろ、黒。結構ランダムにいろんなこと喋ってくれるね。デラックス黒い妖怪ウォッチはすべてのメダル対応ということで、妖怪メダルドリームセットしてみます。不思議族のニャンマジョ召喚。うわ、ドリーム、ルーレットは回りません。回らない。
あれ、ニャンマジョって言った？ドリーム、ルーレットは回りません。あらららら。妖怪の名前言わないのね。続いて、メリケンメダルのメダルセットしてみましょう。こちら、メリケンメダルのステーキングのメダルセットオン。ステッキング脳みそまで筋肉脳みそまで筋肉、なんかコメント入れてくれてるけど、ステッキング脳みそまで筋肉これはちゃんと妖怪の名前言うんだね。だろ、ニョロロン族エビスさんのメダルセットしてみます。エビミミズウナギに鼻水ニョロニョロにゃエビスニョロニョロしてても石頭石頭これやっぱニョロロン族だったら水色にランプ光ってるね。エビスニョロニョロしてても石頭へぇだろ。ラストは銀フレームのメダル、うすら影族の引きこもり、いってみます。どうなる？ガブ。うわ、引きこもり、暗いふりしてパーティーピーポーパーティーピーポーな、うすら影族の引きこもり、暗いふりしてパーティーピーポーパーティーピーポー